今日は湯が多かったね。確かに。え？でもあとゆいたんがいたらね、コンプリートだった。ゆいな、ゆいな、ゆいな、ゆいかだし、ゆいかじゃないや。ゆうか。ゆいな、ゆ、今日はゆいな、ゆいな、ゆうかさんでした。ツインテール可愛すぎる。嬉しい！ありがとう。しかもこの高さなのは、あんまりしないかも。こんばんは。え、この高さのツインテールで配信するのは初めてだよ。そう、初めてだ。なんかツイン、高めのツインテールやったことあるって思ったけど、それは、あの、一部とかのさ、ライブの時とかだったから、結局、この髪型では帰ってないから。クモハ結婚してありがとう。無理、リフレインさんお疲れ、ありがとう。かなおちゃんの推しだから無理、結婚してありがとう。無理、ひりんじさんもお疲れ、ありがとう。さだなみさん結婚して無理無理、ありがとう。これ最高でした、嬉しい、ありがとう、来てくれてありがとう。ツインテール高って思った。確かに配信、いつも配信来てくれる方見慣れてないかもしれない。あともう僕の太陽公演はメイクが落ちますね、めっちゃ汗かくので、汗かきです。新井さん結婚してありがとう。無理、嬉しい、高めツイン。ヤーピーさんありがとう。マリ記念にスクショしておきます。じゃあスクショに似合ったポーズをする。あ、モモンガが映ってしまった。一緒に寝ていることがバレたの、バレてしまった、映らないでよ。ツインテール、はい、終わりです。スパイクさんクッキーありがとう。かなちゃんの推し、からし大根さん結婚して無理、言う直しじゃないから無理、たもしじゃないから無理。ビンゴさん結婚してありがとう。無理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 。え、そう、なんかツインテール嬉しいです、褒めてくれてありがとう。ちょっと元気ない、元気ないんだよ。元気っていうかずっと元気だよ。今日の僕たまじで行きたかった。あのですね、私は9月22日の僕隊公演は東京で、関東の方で一部と二部あるので、関東とか、関東じゃない、東京であるので、関東住みの方はぜひその機会に来てね、来てくださいね。配信もないからさ、もうやりまくりだよね、遊びまくりだよね。公演配信で見てました、ありがとう。ユニバースさん結婚してありがとう。無理、配信はどうだった、ユーナ映ってた。カワさんありがとう。マリ今日は無理やり、今日はありがとうね、無理やり広島出張、あーよかった、ありがとう、来てくれて、嬉しい、高めツインテール褒めてくれるの嬉しい、ありがとうございます。ツインユーナです。あ、僕隊公演申し込みました、ありがとうございます。東京待ってるね。運命、ユーナ運命の人、ナイトクルージング外れだもん、ピエン辛い、それは遅れてないよ、遅れてないよ、今始まったからね。ユーナ可愛かった、ありがとう、来てくれて、久しぶりな気がした、一緒に。そうです、こちらのモモンガさん映ってしまいましたね。これは、これは誰にもらったでしょう。そう、これ自分でね、これ UFO キャッチャーの景品なんだけど、自分で撮ってないんよ。これは誰にもらったでしょう。エピソードのお願い。
ありがとう。ひーちゃん家にもあるの？笑顔が最高に可愛い。嬉しい。じゃあずっと笑っとこう。ずっと笑っとくから。テロップ書こう。あっと、はい、 X ぜひフォローお願いしますっていうテロップにしてみた。髪がツヤツヤで綺麗でした。ありがとうございます。髪の毛はケアしております。ユナ楽しみになったら結婚していいですか？うわ、結婚の確率がでも 90% 増量しますね。グロージさん結婚してありがとう。無理無理だ。着替えの時間間違えないの。やめてください。ナイスです。止まってないですか、みんな。充電した。つらい。今日さ、座席前の方でね、一個ポツンって空いてるところがあったんよ。一個か二個ぐらい。ゆのお疲れさん、急な残業で僕と行けなかったので明日会社辞めます。待って、それは会社をちょっと恨むけどさ、辞めないでね。辞めたかったらちょっと考えてもいいけど。そこの席だったのかな、どうなんだろう。ピエーン、お疲れ様だ。頑張ったから大丈夫。また会いに来て。緊張した、今日緊張した。時を投げました、ありがとう。楽しみ、当たりますように。皆さん当たりますように。そう、ひーちゃんのね。ヤンシゲイキさん結婚してありがとう。無理です。無理。ユナのパフォーマンスめったに見れんから、東京公演絶対にあったね。え、早めに申し込んだ方がいいかもね。ちょっとそうよ、東京でなかなか来れないとか、関東でなかなか来れないとか、ちょっと会えるチャンスだから。申し込もうと思ったりで、それはもう関東なら申し込んでください。そう、東京でやるんですよ。私初めて東京で僕対公演です。アザトークのグルグルとイチャイチャが最高。クルクルさんとのさ、アフタートーク、配信限定のアフタートークではちょっとクルクルさんと暴走してました。何、瞳に映ってなかった。センターポジかっこよかったよ、ありがとう。そう、安住さんのポジションなんでね、ありがたいポジションです。めっちゃもう最初の僕のタイヤ公演始まりましたとかあるもんね。あ、当たりますように。22日、そう、池袋ね。岡山から東京は遠い。確かに逆に遠いね。広島の方が強いじゃない。近い。インスタグだった髪の毛な、あの長さ足りる？大丈夫？足りるかな？あの、ツインしてね。嬉しい。確かに広島来やすい人、東京来やすい人がいるからね。ああ。また来てね、僕と来てくれてありがとう。あ、これもらったのはゆいにゃんです。奥田ゆいなちゃんがあの誕生日プレゼントでくれました。
ゆいにゃんが誕生日プレゼントでくれたの、子供もんが。そう、やっぱ UFO キャッチャー、 UFO キャッチャーマンなので、ゆいなは UFO キャッチャーで撮ったものをメンバーにプレゼントするっていうのをやってる、いつも。嬉しい。絶対ゆいにゃんじゃん。そうだよ、ぬいぐるみ系配布してるもんね、ゆいな。すごい。今だけゆうなんたん推しの、今だけか、結婚して。今だけならちょっと考えるわ。ありがとう。 MC の回し役これから頑張ってみたら。本当にします。でもあんま回したことないから。そう、 MC ね、MC 詰まっちゃう時はありますよね。ショールームみたいな感じでやったらいいのかな。どうなんだろう。ショールームではいっぱい喋れるんだけど、いっぱい喋れるっていうか、こうみんながさ、話題をさ、めっちゃ振ってくれるからさ、コメントを読んでる、読んでめっちゃ会話できてる。単押しは STU で一人だったら単押しですか。はい、それは単押しだと思います、私は。私、単押しっていうのは STU で一人だったら全然単押しだと思う。グループ内で一人だったら。そう思うよね。おっちゃっとんさん、ありがとう。ツイン可愛くてメール取ってよかったとなった。嬉しい、嬉しい。やった、またじゃあツインテールの写真いっぱい送ろう。そう、ツインテール、昨日じゃない、今日いっぱい写真撮ったからまた送ろうかなって思う。どこのユニットよりいち早く四国グッズが、そう、四国のね、グッズのバンダナにね、3期研究生のね、サインが入ったんですよ。めっちゃ嬉しい。あの、平日の僕と行けないで広島に引っ越します。それは本当なの？それは本当なの？声届きましたよ。みんなのコーラめっちゃ届いてる。ほんまに嬉しい。もうほんまに嬉しいよ。ありがとう。そう、くるくるさんは好きです。くるくるさんはっていうか、もうみんな好きです。ユナ生で見たら画面の3倍可愛い。嬉しい。それめっちゃなんか、めっちゃそれさ、ショールームでめっちゃ言ってくれる人おるやん。嬉しい。そう、生の方が断然いいみたいな。それはでも、それは実際に会える、そうだよね。そう、私は次は四国公演、福フェスと四国公演です。そう、くるくるさんって意外とね、意外といたずら好きなんですよ。ゆうなさん、ありがとう。そうそう、アイドルなんて言わないで。そう、ポジションが変わったから、ゆうなの衣装が変わったってとこも気づいてくれたの、すごい。ずっと見てたらちょっとうんってなるよね。でも目が引き上げられてか、待って、それツインテールだからちょっと釣ってるんかな、そういうこと。そう、公演見に来るの嬉しいよ。 DD でも僕隊申し込んでもいいでしょうか。DD だからこそ公演とかは楽しいんじゃないかな。楽しい、でもめっちゃ楽しいと思うけど、 DD でもめっちゃ楽しいと思うよ。いろんな僕が見れるってことでめちゃくちゃ楽しいと思うよ。東京も広島の通り、それはもう泣きます。私も泣きます。それは池袋は埼玉県民多い。そうなの？リエチのイメージがあるな。リエチ推しだよね。なんか見たことある。ユーニャン、ユーナユーナユーカで、ユーナユーカで困りました、かっこわら。これにユイカが来たらマジで死ぬ、かっこわら。かっこわら。かっこわらまでコメント読んだの初めて。かっこわら。
死にません、それだけじゃ。赤いたぬきさん、かわいい。ありがとう。結婚して無理。結婚無理です。いつも、なんか紛らわしてくるけど、結婚無理です。リップ薄いな。ちょっと待って。ちょっと、待って。10、9、8、7、リップを取ります。5、4、3、みんなちょっとどっかもどこも行かないでね。今私はリップを取るから。3、2、1、リップを取ってきたよ。あ、ミラーボールだ。ありがとう、ありがとう。リップを塗る。これは、待って、やばい。奥田さんはいちごんちでカニのお味噌汁作ってます。どういうこと？カニなんか買ってるの？どういうこと？いちごんちで料理してんの？やばやば、おもろすぎる。もういちごんちに引っ越したらいいのにね。家賃が。あ、嬉しい。ゆなツインってよかったです。もう次はもっと高めツインで。待って、でももうちょっと高くいけたよね。確かに。今これ中くらいかな。確かに。じゃあちょっと、どんどん高くなっていくみたいなね。やばい。キノコのかパパ、ありがとう。クッキーユナ MC 喋らんできれいなんて尊敬してる、ありがとう。ユナ単押しを検討してるけど、かなあちゃんに怒られちゃうからな。それはユナも怒るよ。それはユナも怒るよ。ユナも単押し、ありがとう、ありがとう、ありがとう。え、それの七並べさ、さっきしてたんよ。さっきね、七並べやってたんだよ。やってたけど、ユナ推しの方とは当たらなかった。今日七並べね、5回ぐらいした。5回以上やった。10回もやってない。10回未満した。七並べやりました。楽しかった。私だからね、自分のランキング今めちゃくちゃ上位にいる。急に上がる。急に自分の上位のランキングに上がりました。七並べぜひユナので並べてくれたらめっちゃ嬉しい。ユナ、俺はユナだけ？優しい！ありがとう。そしたら楽しい。え、嬉しい。嬉しすぎるな。楽しいは嬉しいですよ。あ、そう、七並べやってくれてるよね。めっちゃ嬉しいよ。ありがとう。MC したくなかったからじゃなくて、ちょっとちょっと見え、ちょっとね。楽しかったね、公演。え、高速走ってたから、配信始まったから、パーキングエリアに止めた。え、やっほー。私もパーキングエリアめっちゃ好きなんだけど。ありがとう、わざわざ。で、なんでニヤつくのやめてください。ちょっと、ニヤ、ちょっと最近ニヤついちゃって、ごめんなさい。スコフィさんの特典メンバーはもっとアピールするべき。なんだろう、グッズのやつ？グッズの、なんていうの、公開されてる情報？これもしかして。写真撮れるやつのことかな？ユナのくせ毛が好きだから、ユナのくせ毛ってどこだ。ユナのくせ毛は、くせ毛とは触覚ってことかな。くせ毛とは、おー、あ、嬉しい。リアルだとさらに可愛いね。一気ドラさん、二気三気に一人ずつ語
ック課外活動ユニットに一人ずつ楽しがいます。あー、そうそうそう、まあまあまあ、絞ったら楽しくなるよね。フセジ、何？フリーダウンで、クルクルさんと、イチャイチャしてて嫉妬しちゃった。待ってメンバーに嫉妬してるん？あ、すいません。マイクが塞がってました。すいません、すいません、声が聞こえてる？今はもう癖でこれ手持ち、ええ、これは聞こえてる？聞こえてるんかい！すいません、マイク押さえてた。聞こえ、聞こえる。すいません。あ、聞こえなくなった。どっちだよ、どっちだよ。コメントがリアルタイムで追いついてないからさ、なんかちょっと、ちょっと。バカデカボイス聞こえ、聞こえてたらよかった。ちょっと戻ります、またすいません、また戻ります。あー、もうどっか行った、どっか行っちゃった。早めに読もう、早めに読むね。ツインテールはもっと高くの方がいい？ヤナンとカナちゃん楽しんでもいいんじゃない？でもまあ、まあ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 。あ、七並べしてくる？それは、ぜひ、やってください、七並べ。ユナもやってたよ、さっき。松本桃奈さん、可愛いですよね。七並べ無課金10、いい内容目指します。え、素敵、無課金で頑張ろう。私も頑張る、七並べ今月頑張ろうって思ってる。サービスエールで、あれカレーは必ず買うもの、え、お菓子とか、お菓子とか飲み物とかかな、アイスとか買うかも。でもこの前はメンバー、この前メンバーと、なんだっけ、なんの、なんかの時に。ツアーかも。7周年ツアーの時に、コンビニで、メンバーでアイス買って食べた。嬉しい。ありがとう。ビスの応援してくれるの嬉しい。月末の広島の僕対公演行きたいなって思ってる。来て、ぜひ。サッチーの生誕祭のやつかな。そういや、リミスタ？私は、あの、この前の富田の中さんのオンラインお話し会を、あの、干してしまって、もうほんまにピエンってなってます。サイン会、あったんですけど、ピエン。ピエンってなりました。キビサービスエリア。いいの？サービスエリアでも、テンション上がるよね。現場の石原さん、ウェマンかわいい、ありがとう、え、ありがとう。僕たありがとう、高めツインめっちゃ可愛かった、え、嬉しい、ありがとう。またツインテールしようかなって思うよ。手持ちは腕とか背びれてきそう。お、でも今ね、ちょっと足で固定しようか。でもそれは難しいんだ。充電してるからね、無理。そうで、でも
あの、私が手持ちで配信するっていうことは、配信が短いっていうことです。皆さん、これ、ここテストに出ます。皆さん、ここテストに出るよ。ゆうなんが手持ちで配信するっていうことは、配信が短い時です。手が疲れるからね。そうそう。固定して配信するときは、いつも通りっていうか、1時間ぐらい。1時間以内ってことですね。この私は手持ちで配信するということは。はい。なんで固定せへんの？え、あのね、準備がいるんですよ。そう。今日は、こんばんは、ありがとう来てくれて。あー、コメントがー、ありがとう、たくさんコメントしてくれて。上もミラボールありがとう。上マンだった、絶対そうだと思った。ありがとう。ゆうなんのルームで他の子が可愛かったって言ってる。見てない。え、そう、ツインテールめっちゃ褒めてくれる。嬉しいです、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。そう、ひーちゃんと MC が入れ替わってたんです。今日の公演はゆうなんが一番可愛かったです。え、嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい。それ並びなんとか50位内に入りたい。私は今多分7並び30位ぐらい。自分のランキング嬉しい、ありがとう、並べてくれて。え、ずんだ餅のスーパーカップ食べたよ。なんか私やっちゃった。ずんだ餅そう変わってるからさ、ちょっと食べてみようと思って買って食べたよ。ゆなのお話し会完売していて10月以降じゃないと申し込めない。そうなんです、一番早く話せるのが多分11月30ぐらいですかね。そう、もうそこしか。11月30はめっちゃ大嘘ついたかも。え、いつだろう。え、そ、11月1個しかない、あと余ってるのが。だから早めに、そう、早なし、あの、私も話したいです。早めに申し込むのがいいですね。おすすめです。あと3枠しか残ってない。あとサイン会の直接のやつが2個と、サイン会と直接会えるお話会とオンラインが1枠だけ。お待ちしてます。そう、ゆうなんで7並びしてくれるのめっちゃ嬉しい。ありがとう。ね、そう、ポジションチェンジ、やっぱずっと見てるとわかるよね。今日のコン、ユーナン T シャツ多かった。ありがとうございます。ありがとう。オノピーさん、ありがとう。クッキー。そう、七並びまた合わせてやるからやろうね。キヨ兄さん、かわいい。ありがとう。あ、岡山、私も岡山に帰りたい。時もあったようです。昔あるところに。ゆうなんじゃんは来年のティフでななかさんに会えるように頑張る。もうほんまに頑張りたい。頑張る。そう、富田ななかさん大好きなのでね、もうそこにも生写真飾ってあるしね。そう、もうイコノイジョイフェス通ってたからさ、もう今年も行きたいなって思ってるけど無理な気がする。サイチさん、ありがとう。今日たくさん T シャツ着てくれてた、ありがとう。生誕 T シャツみたい。25分くらいしたらそろそろ終わるんかなと思ってる。なんで？
安部さん結婚してありがとう。無理無理、スマホ置いて配信して、ほんまにそれな。みんなも見てる方も不安だよね多分これ。固定するところ作りたい。この辺作れるんじゃないかな。今充電してるんよ。だからコンセントがあるところじゃないとね、そうできないんです。今は充電中しているんです。みんなノリがいいね。リセモモカさんもツインテール可愛いですよね。めっちゃもうちょっと高めがいいってこと。でも嬉しい、ツインテール好評です、ありがとうございます。波巻きのヘアアレンジをしてほしい。私もウェーブ巻きめっちゃ好きなんだよね。珍しくない？なんかツインテールしてとかポニーテールしてとかじゃなくて波巻きしてって珍しくない？嬉しい。手持ちだと何分か限界。でももうちょっとね、ここの筋肉を使うかも。でも全然いける。誰かいる？誰もいないです。誰もいないです。怖いこと言わないでください。ありがとう。今日は下手から見てて、ありがとう。ゆうなんと夢で会えるのめっちゃ最高最高。それは私にも見せて、その夢。絶対に無理なことを今真顔で言ってたね。すごい、その夢私にも見せてって。絶対に無理だろ。人の夢気になるよね。見たい。絶対無理だろ。ライブやイベントがあった日は配信がないと配信があると気持ちよく寝れますかな。あ、そう、ユーナン、そう、モモンガ、ユーナンのファン、モモンガのグッズ持ってきてくださる方多い。嬉しい。そうなんです。でも今日は、あと15分ぐらいかな。ユーナン、追加枠早う。追加枠あったらもう嬉しいよね。嬉しすぎて、もう、嬉しくて、泣いちゃう。追加枠あったら嬉しくて泣いちゃう。そう、3期生がまだみんな同じ部数で、誰一人、そう、増えたことがないから、増えたら泣いちゃう、嬉しくて。そう。増えないかな、でも。みんな、話せないよね。どうしても言うのに会いたくて。当日券で入ったの？ありがとう。スパイクさん、ありがとう。マックさん、ありがとう。結婚して無理。本日はクラトロミン。そう、今日は手持ちです。正直、ユーナの配信が一番楽しいと思ってるから。嬉しい！その言葉。そう、推しを考えてました。もともと言う直しだったんかい。じゃあ戻っておいで。もう、戻ってきてください。それはユーナの単推しに。戻ってきて。お。嬉しい。そう、イコラブさんとかノイミーさんとかニアジュリさんのね、現場にユーナのアクスタ持って行ってくれてるの嬉しいよ。結婚して、ちょっとだけ、ユーナと、ちょっとだけじゃない。ごめん、ありがとう。そうなんですよ。この職業だから、そう、イベント難しいですよね。アイドルさんの、他のアイドルさんのね。
デイジーなんで仕方がないけど、ユナンからレス少ないけど、来た時はズッキューンって強いものが来るので嬉しいです。嬉しい、それは。それはじゃあ、それはもう、いい言葉として捉えよう。ありがとう、今日最善だったよね。確かにこれガムテープで貼っつけたらいけそうだけど、だけど事故りそうだな。あの T シャツ欲しい、だってあのコメント来てますよ。ね、ファンの方が配ってるのすごいよね。うちわもそうだけど素晴らしいです。今日リップ塗るとき拡散、そういつもこうやって隠すの、さっき隠してなかった。キュンした？嬉しい。今日のユーナを見てて、DMM でってこと？嬉しい。待って、ユーナがメイド喫茶で働いた夢を見たことある。待って、それはちょっと見てみたいな、その夢。ありがとう、僕たい。NMB さんとかだと、追加枠すぐやってくれる。そういうイメージあるよね。追加枠ありがとうございますっていうのを、ポストをよく見るイメージある。そうなんです。今はみんな3期は同じなので、そう、あったらね、一歩リードできるよね。嬉しいです、みんな来てくれて。ユナンのメイクレシピ反応良かった。ありがとう。本当に？それは。本当にっていうか本当ですよ。全部コメントとか、コメントとか多かった気がする。ありがとう。嬉しい。嬉しい言葉ありがとうございます。すごい活躍してる。私は今月の20日発売のアイドルファイルさんが楽しみですね。表紙。めっちゃ嬉しくて楽しみです。嬉しい。 STU の配信の中でもユナの配信丁寧だし話が面白い。嬉しい。もうちょっといつもなんか嬉しいとか言って嬉しい。待って、ユナのレスってそんなレアだったの？そんなレアだったの？破壊力あるんだ。そうなの。らしいです。口だけ隠してアップ目の自撮り。あるよね、こういう自撮り。マスクみたい、マスク。ユナが一番ツインテールに影響して。嬉しい！ほら、嬉しい。嬉しいんだよ。だって嬉しいんだよ。嬉しいから嬉しいって言うんだよ。ありがとう。嬉しい。いやもうだから、みんながそうやってさ、やっぱさ、みんなユーナのことを褒めてくれるから嬉しいコメントばっかりなんだ。そう。嬉しいにも種類があったらいいのにね。ビバーリケンステージから落ちそうな勢いだった。そう。こそ、やってるから。そういう勢い大事。落ちるかと思った私も。それは思ってないですよ。その落ちるとこまで行ってないから。今日も僕の太陽公演は反省会をしましたよ。今日も今日とて。嬉しい。前方の席でユーナが近くで見れてめっちゃ可愛かった。ありがとう。そう、STU でさ、そう、追加枠っていうのをさ、見たことないからさ、最近で。そう、23日のね、岡山の R フェスは、その時間帯私、オンライン話し会を開催しているんですよ。そう、だから、時間が違ったらワンチャンあったかなとかも考えたりしてます。ヒータンもね、岡山なんだけど。
その次の時間にオンラインお話し会で。STU で4番目に伸びてるメイクレシピ、マジ見た、そのポスト。みっぽんがおすすめのメイク道具知りたがって、ゆうなんがおすえでもゆうなんね、そんな、でもメイクね、メイク、その自分でメイク上手って、おあんまりどうなんだろう私もメンバーのメイクとかメイク道具とか聞いてる。ゆなんあんまりレッスンしない？嘘。なんかね、本当？本当？え、嬉しい。ありがとう。ファンの方のポストバズってるのすごい嬉しい。そうよ。メイクレシピの画像は2時間で作ったから、2時間までね。そうなんですよ。速報、七並べ石原ゆなちゃん追い越しました。待ってみんなさ、違うゲームになってない？それ七並べ、多分私今自分の順位が、自分の順位でランクインしてて30位ぐらいなんだけど、ゆうなんを抜かそうっていう遊びになってない？それ分かる。頑張れって言葉にもバリエーション欲しいよね。ありがとうっていう言葉にもバリエーションが欲しい。怒ってた？なんか以内でもっとイチャイチャしてほしい。ちょっとメンバー分かった、リーダーの大好きだね。アルフェスからユーナのお話し会参加します。うわ、天才すぎだな。絶対楽しい。ありがとう。ユーなんて最初の4曲キョロキョロしてファン見つけるからレッスンなかなかないし、最初の4曲はそう、あの出席を確認してんの、うん、でも曲にも集中しないとさ、振りとかちょっと立ち位置とか分かんなくなっちゃうから、曲にも集中しなくちゃいけないし、でも最初のバーって出た時にまずペンライトを見つけるんですよ。ペンライトとか、そうよく分かってるね。そうとりあえずユーナの方の書籍確認を端からやってるんですよ。そうなん、そう、最初のね曲は確かにファンの方を見つけてるかも。確かにそう考えてみたら、それ言われないと気づかなかったかも。めっちゃファンの方からアドバイスいいね。確かに勉強になります。再販じゃなくて本ちゃんの販売で全完売レベルじゃないと追加なさそう。厳しい世界です。左、頭、待って、これ読み方なんだ。リコッツさん、またの方、ありがとう、かわいい。なんて読むんだろう。ほら、嬉しい。ありがとうございます。え、何クラブさんの MV に出てきたお好み屋さん、何のやつだろう。あ、え、 YouTube のことかな。木村屋のパン食べたことあるよ。七並べ優奈31位だったのか。だってさっき抜いた七並べ優奈を追い越しましたってコメントがあったもん。
そう、くるくるさんは好きです。くるくるさんとレイダウンでイチャイチャするシーンは多いですね。何、出席確認とかリンコさんじゃん。なんだ、出席確認してたの。え、あと3分で30分来ちゃうじゃん。あかりさんは最初の1曲で出席確認するんだ。私は最初の、そう、ドリーミンガールズで出席確認してる結構。いや、なんかレッスン行った。え、ね、私レッスン送ろうとしたらなんかさ、よそ見しとるじゃねえかってこともある。そっち見てる。でもどこ見てんのって時もあります。どこ見てんのそういう時もあるよね。多分あると思う。メンバーあると思う、そういうこと結構。てっきり出席確認はお見送り。え、いや、もうみんな分かってる結構。結構ね、飽きてくれてるっていうのも、なんかね、見てるよ、私も。ファンの方しか見てないぐらい見てる。ほんまに来てくれてありがとうございますっていう気持ちでいっぱいなんですよ。リナンは後ろのメンバー。え、私もそこ注目だと思う。みやびさん、たくさんレインボースターありがとう。星。ありがとう。アルフォート、結婚して、ありがとう、無理。ありがとう。今日も可愛い、嬉しい。MC 事件、それはもう、触れないでおく。それは触れないでおく。あれ、最近追加あったの？この楽しい中で、いや、終わるんですね。じゃあ31分ぐらいから男女読んで終わりたいと思います。あと2分ぐらい。そう、みんな目合ってるからね。予測だとしたら、よそ見してるオタクなんていますよいますよ。あ、ドトールとタリーズの話してない。タリーズコーヒー、昨日さ、めっちゃドトールの話してたじゃん。あれ全部タリーズの話です。めっちゃ勘違いしてた。そう、昨日の夜気づいて。そうなんです、メールでは訂正したんですけど。ハヤトさん、結婚してありがとう、無理。アルフォート、たくさんありがとう。リンゴさん、ありがとう。そう、ありがとうね。東京公演もお待ちしてます。でも、ありがとう、ありがとう。でも、1時間もやってないよね、多分。多分っていうか、1時間もやってないから大丈夫だよ。手も、手が限界迎えたら私はさすがに置くから大丈夫。ロッキーさん、結婚してありがとう、無理。無理やん。そう、本気で終わりますね。あれ、ありりり。ん？また逆になってた？メールめっちゃ笑った、やばい。そう、めっちゃ間違えた。ドトール？ん？もうわからないです。私が言ったのはドトールです。タリーズは言ってないです。あ、違う、待って、ドトールはタリーズ？待って、もう、わかりませんよ、もう、どっちだ。もう、そう、ドトールに行きました。もう、わかんなくていいです。もう、どっちでもいい。どっちでもいいから、もう、ドトールで会ってるよね。そう、ドトールに行ったんですよ。そして、チョコミントの、そう、簡単に話をまとめると、ドトールに行って、ドトールのその期間限定のチョコミント味を、頼んだら、なんかバナナの味がしたっていう、話でーす。
そう、みんなね、ファンの方は胃袋お揃い界隈をね、してくれるからね、あのこういうのはね、正しい情報を送らないと。スタバじゃないです、スタバではないですそう、だからドトールの、そう、期間限定のチョコミントを食べました。はい、そう、ありがとうございます今度はタリーズも、今度はタリーズも行きたいと思いまーす。はい、いや本当にありがとうございましたこれを終わるのちょっとごめんなさい。ここでなんで終わるんだ。マークさん面白い女ありがとう。ありがとうなー。確かにもう20時なんだね。あ、24時だ。え、24時だ。さすがにもう35分ぐらいには終わりたい。もうさ、もう頭が今日やばいですよ。はい、かずいさんかわいい、ありがとう。もやしさんありがとう。星野まさきさんありがとう。左、あー見えない、ありがとう落ち着けなかったん、今日は落ち着いてるんだけど、そう、難しいよね、どっちもなんか素直でかくて優しくてってめっちゃ褒めてくれるやん、ありがとうね。そうそう、みんなね、そう、はメールとかで送ったらみんな食べてくれたりするから。初めて行ったんですよ。じゃあありがとうね、来てくれて。今日終わるね、ありがとう。私もみんな来てくれて嬉しかった。スー君結婚してありがとう、無理、ありがとう、無理。そう、ちょっと混乱しちゃった。そう、ドトールもタリーズも行ったことなくて、どっちもコーヒーのイメージがあって、だからね、どっちもなんか分かんなくなっちゃった。そう、ありがとう。あ、キ今来てくれたのね、ありがとう。また配信するから来てね。今日お疲れ様、ゆっくり休めね、ありがとう。ゆなん楽しんで行ってくれたら嬉しいな。チョコクロワッサンはタリーズじゃなくて、チョコクロワッサンはサンマルクですチョコクロワッサンはサンマルク。そう、どっちも行ったことないんよ。で、初めてドトールデビューしたっていう話。ありがとう。もうこれ以上混乱するからもうやりません。13位、さざなみさん、ありがとうございます。12位、スパイクさん、ありがとうございます。11位、きのこのかパパさん、ありがとうございます。10位、キムチコーンフレークありがとうございます。どういう味なんだろう。9位、ゆうなさん、ありがとうございます。8位、大津アットンさん、ありがとうございます。7位、ルカヤマトさん、ありがとうございます。6位、サンイチさん、ありがとうございます。5位、ゆうなん楽しい前向きに検討中のからし大根さん、ありがとうございます。前向きに検討お願いします。4位、ウエマン、ありがとうございます。そして3位、アルフォート、ありがとうございます。2位、みやびさん、ありがとうございます。そして1位はマックアット、本日はクワトロビンドトルピエンさん、ありがとう。そう、ドトルピエン、ありがとうございました。サンマルクの思い出ください。サンマルクの思い出か。え、岡山で友達と結構行ってた以上でした。ありがとう。おやすみ。あ、X まだフォローしてない方、フォローしてくれると嬉しいです。おやすみなさい。安全運転で帰ってね。